はい、肉屋富士チャンネルの時間です。今日もよろしくお願いします。ランチタイムにね、あの春の陽気にそそられて自転車でブラッとやってきましたのは、谷町4丁目にあるドギャンさんです。大人気店でね、テレビ出しにもあのいつもいつも出ておらっしゃいますね。メインはね、ここは地鶏を入れてるお店がね本店なんですけども、こちらのお店では麺、ね、デザートのかき氷が有名です。すごいですよ本当に。さて今日は何を食べようか悩みますね。メニューがたくさん食べたいのが多いので、それではゆっくり見ていきましょう。店内へ入っていきましょう。おしゃれな空間でね、あの女性の方がやっぱりね多いお店になってるんですね。デザートが本当にすごくて、かき氷がほんまやばいんですよ。僕はねちょっとお腹すいたんで、何を選んでいこうかとちょっとメニューを見ているんですけども、前回ねあのホルモン丼っていうのがあって、それもめちゃめちゃ美味しいんですね。店主さんの努力が本当にね、あのどれを食べても美味しいっていうのがすぐ分かっちゃいます、ね、すぐ。はい、僕がね今ちょっと注目してるのがこれすごいですよ。野菜だけで作った台湾混ぜそば、あの大豆ミートで、ね、この見てるお肉全てが大豆ということで、この中に肉は入ってます。野菜だけで作ってるっていうね、ちょっとチェックですね。セットとかいろいろあってね、あの安くて食べやすい価格ですよね。もう全部食べたいですね。はい、でその中で今日はやっぱり、大豆のフェイク焼肉っていうのが入ってるのを食べたいんで、台湾混ぜそばですかね、あの野菜だけで作ったを注文。で高枝中華そばの、中太麺、太麺ですね、オーダーしました。それでは食べていきましょう。うわー来たー、これどっから見てもお肉なんですけどね、すごいですね。ね、いろんな食べ合わせ、まあ、ラー油マヨネーズとかね自分の好みで、調節していくんですけども、本当にこの炭で炙った大豆肉、ほんでこの旨辛ミンチ、ほんまにねこのミンチもほんまに肉って感じですね。ほんまに食感とかは、味はねやっぱり焼肉のタレの味がするんですけど、食感を見事に肉でしたね。肉を焼いた、感じを再現本当にされてますね。すごいです、美味しかったですね。はい、続いて2品目なんですけども、高井田系中華そば、これがねまた深みがあって美味しいのよ。このスープと太麺がめちゃめちゃ合います。煮干しとかね入って、もうスープの深みがあってさっぱりしてて美味しいんですよ。で味付けもねそんなに返しもそんな濃くないんで、このスープも全部飲んじゃいますね。本当に美味しいです。このぶつ切りに切られたネギをねまたスープと一緒にねいただくのが、これ本当にたまりませんでした。皆さんもねぜひあのドギャンさんね各店舗に行かれてね、あのザ・ドギャンを楽しんでください。今日もありがとうございました。
また皆さんよろしくお願いします。肉屋富士チャンネルでした。